はい、本日はですね、今から京都に夫婦で行きたいなと思います。嫁はこちら。今日は、京都美容室に行きたいなと思いますが、僕は特に着るとこ何もないので、嫁の着るところに付き合いたいなと思います。レッツゴー。はい、それでは京都着きました。嫁はですね、今なんかクレープを買いに行ってるので、ちょっと車で待ってるんですが、もうちょっとしたらカットなんですけど、ちょっと今日は珍しく時間があるので、ちょっと早めに着いたので、クレープね、ごまのクレープを買ってくるってことなんで今行ってますが、その間に僕はこれを開けるんですよね。あ、ちょっと住所見たら、これ開けるんですよね。で、これは何かというとですね、近々帽子を作ろうと思ってるんですよね。で、それも帽子ももちろん日本メーカーで作るんですけど、どうせ作るならこうちゃんとした生地のやつ作りたいなと思って、業者さんからね、生地をね仕入れたんですよ。こんな感じで、これサンプルの生地ね。で、こんな感じで、こんな感じで、で、コーデュラやったらこっから選べますよみたいな感じで、おー、ええな。よく見たらなんかこんなん若干なんか線入ってるやつとかね、まあ、全く線とか入ってへん、こういうシンプルな、こういうのを多分使うでしょうけどね。だからナイロンやからめっちゃ丈夫なんですよね、コーデュラの。これシャンブレーか、シャンブレーのコーデュラ。こんなん見せていいんかな、見せたかないですかもしれないという感じで、今ね業者といろいろやり取りしてるので、僕が被りたいキャップを作ります。今年夏までに。この辺がいいね、このネイビーなやつ。この子入りました、コーデュラとはみたいな、いっぱい説明書いてくれてるけど、実際こうやって生地とか選んでね、作っていくのが面白いんですよ。めちゃくちゃ楽しいんですよね。で、これ色が下にあるから、どれしますかみたいな。まあおそらく無難にネイビーでしょう、まあ、これぐらい濃いのがいいね、一番。他のもあるけど、なんか帽子2つ目作る時とかやったらこんなんでもいいかもしれんけど、あ、これちょっと汗吸わんな、これ微妙やな。ちゃんとね、汗の吸ってくれるやつを選んでいきたいなと思いますが、これにします。もう人の汚れ、これがいい。お、帰ってきた、帰ってきた。めっちゃ遠かった。うん、うまっ。マイクちょっと長いな。自分の足で稼いで食べたクレープ、消費カロリー、摂取カロリープラスマイナス言うとプラス。めっちゃ疲れた。何したんですか。バターシュガー、バターシュガー、シュガーバター、シュガーバター、スープリーな。よかったね、磨いてる時めっちゃいい匂いだった。あ、ほんまですか。もう色だいぶ抜けきってるんですけどね。でもすごい匂ってはります。上はこうなってます。じゃあいつもの感じでやっていきますね。はい、お願いします。あ、死ぬ間にもう倒されてたんですね。まだ途中までやと思ってました。しっかりもう全部頭倒れてました。すごい技やな、やっぱり。今からヘッドスパって何本ですか。40本ね、35本です。35本後お会いしましょう。結構整体とか見てるんですか。あ、買いました。買ってもらいました。それだけだよ。すいません、いつもありがとうございます。ありがとうございました。あ、ごめん。はい、すいません、ありがとうございます。
どうですか？ありがとうございます。いつもお出ししていただいて。綺麗になりましたか？綺麗だと思う。さすがお世さんだよね。よかった。西健さんのスパもすごい気持ちよかった。よかった。では今からは、今からは、今から今何時？3時ぐらい。そうですね。4時か。4時だ。4時15分だ。とりあえずお姉ちゃんの買い物行こうか。そうだね。はい、行きましょう。用事や。と言いながら買い物に行かずに、芝生で休憩しております。カーカー言うてるけど、何してんの？ピアスが絡まっちゃった。ネックレス絡まっちゃった。何のことだった？ネックレスお預かりしますねって言って、ヘッドスパの時ね、預けて透明なチャックの袋に入れるじゃん。あら、まあ出したら不思議なことになってた。西健さんのヘッドスパ気持ちかったか？気持ちかった。関さんとはまた違うじゃん、うん、だから味わわなくちゃと思ってさ、うん、起きてたの、うん、あー溶けた、溶けた、溶けた、イエーイ、絡まり取れた。うまいね。これタックン買ってくれたやつね、うん、クリスマスプレゼントだっけ？覚えてない。なんかのプレゼントでオルゴールと一緒にくれたんで。そうそうそう、オルゴールと思って。うん、嬉しかった。オルゴールが箱やねんな、それが。そうそうそう、めっちゃ笑ったもん。多分オルゴール買いに行ったなと思って。違うよ、一緒についてくんねん。どんな顔して買いに行ったんだろうって。そうそう、だからもったいないなと思ってさ、起きてたやんね、うん、今日は。で、気持ちよかったですって言って、全然やっぱり関さんと違いますねって言ったら、あ、寝てもらいたかったですって言われた。僕寝てもらえるように頑張ってるんですよって言われて、もったいないと思って起きたんですって。でもよくそれも言われますって。でもすごい気持ちよかった。よかった。たっくんは？俺も気持ちよかったよ、堪能しとった、うん、最初だってさ、いつの間にか倒されてるって言ってた時、関マジックやった。やばと思って、ちょっとあそこは笑いの雰囲気だったよ、ね、写真撮ろうよ。そっか、無事買えましたね。家が頼まれ物、あとは京都バージョンブラックサンダーを買って、ぶどう屋さんに。さて、ぶどう屋では何食べるかな。パスタかな、カルパッチョかな。カルパッチョ食べたい ね、 でもね、またあそこは小皿で用意してくれるからシェアできるんだ。シェアシェア、ね、シェアできるから。シェアできるから。うん、ここや、ここや。ここかな、違う気がするな。違うな、うん、あかん。お姉ちゃんのお土産が見つからずに、あとは晩ご飯を食べて帰りたいなと思います。晩ご飯は京都で来たらこちら、どこですか？ぶどう屋。ぶどう屋ですね。で、奥さんもすごい美味しいってとこ今日は行かないんだ。どっちも時間一緒やね、始まる時間。ああ、そうなんだ。そっちでもいいけど、一回ぶどう屋寄ってみる。うん、いいよ。ということでね、僕らの動画見てくれてる方は、京都へ行くイコール髪を切るだけの動画になっちゃうんですけども京都はね、ほんま素晴らしい街なんで、いろんなとこあるんですけど、僕らは決まったルーティンを行くんで、まあ、特に僕ですね。やってない？あ、準備中や。6時からだって。だからもう宗谷の方が近いっちゃ近いね。あ、そう。はい、ということで食べてきましたけども、どうでしたか？めっちゃ美味しかった。めっちゃうまいったな。星なんぼ？5、星5ですか、うん、満点。あ、そっか、ちょっと最後にもう一回。
そんなこと言っちゃダメだけど。料理は、うん、料理でもめ全部美味しかったね。うまかったよな、うん、刺身系はなかったけど。そうやな、海鮮はなかったな、確かに。なかった。和食か、どっちかって言ったら。そうだね、そうかな。美味しかったね。うん、ブドウ屋がちょっとイタリアンやとしたら、そういえば和食系じゃなかった、ちょっと。そうだね、最後に焼きそばみたいなやつ、うん、でチャーハンもなんかあるやつやん、ね、シソとか大葉とかやったから。ミョウガとかね、うまかったよね。うまかった、マジうまかった。もう嫁蔵さんはあれですもんね、美味しい時とか、まあ、興奮して鼻から汗出てくるんだよね。そうそうそう、基本的にね、今日も汗めちゃくちゃ出てたよ、鼻から。鼻から汗出るほど食うこと必死になったこと俺ないからさ、どういう気持ちか分からへんけど、まあそれぐらい美味しかったってことね。いつも鼻の朝は出ちゃうからね、うん、鼻のこのてっぺんとこにな、てててててってこうサウナ入った後みたいな。食べることも必死やからね。そうなんですよね。あ、ちなみにさ、そのアウトレットで買った服も良かった？あ、いいよこれ。良きやった？良きよ。あ、良かった良かった。よかったよかった。ライナーついてるとえらいちゃうやろ。全然違うね。だから俺はいつも機能性のことを言うてんのよ、動画では。そうですよ、一切嫁やのに一番近くおんのに聞いてへんから、全く。また何か言ってるわこいつぐらいしか思ってへんから申し訳ない。はい、そう言うてるんで、まあこの辺でね、終わりにしたいなと思います。はい、はい、ではあとは気をつけて帰りましょう。見てもらってありがとうございました。